各メンバーにムカついたこと。ムカついたこと。そもそもムカつきます？いやでもなんか当初はなんかその自分のやれる仕事のテリトリーはもちろんそのみんな自信を持ってやってたけど、うん、その隣の畑で生きがってるそのみんなそれぞれが。そうね。俺のところだ。みんな生きしてるね。ね、うん。そうそう。だからなんか結構ギスってたっていうか。うんよくまとまったよね、あそこ、ね、ありえやろ俺の両方に手出すんじゃねえぐらいの入ってくんなよって言う割に攻めてくんだよこっち来たら殺すぞなんてお前んとこさ、みたいな攻めてくるんだ、それでっていう、まあ、そうしないとね、な全然進まないしできないんだもん、ね、時間もないし、うん、メモリの奪い合いしてたよ明日、メモリの奪い合い、うんちなみにその領分争い的なことでいくとそのお互い取りに行こうとしてぶつかってるかそれとも引き合うっていうなんか両方ある感じ両方あるそこはこっちじゃねえ面倒くせえことはこっちじゃねえなるほどでもここは俺たちだろなすげえきつかったそれがそだって全運転みたいなここそうだよねだって全員敵だもんね敵でした、うん、全員が敵だもんねだから俺一回本当に殴ったのかと思ったぐらいよし自分前広さんに噛みついたことはないですけど自分新野さんには噛みついたあいつマジ仕事しねえブーいかないブー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 応援メッセージ俺今何で言おうかなって考えてたら鳴らすの忘れた俺持っててもダメなんじゃないかそもそもで物理的にメモリはやっぱり奪い合わないと、うんうん、なんかそのまあサウンドはそうですね、うん、もう終わるから一番割り置く割り置くのが必ずサウンドでだとにかくメモリに関して言うと各セクション目を光らして取りに行こうという素振りがあったらもうそこにもうねふざけんなよこっから先の長きにわたるメモリ戦争に関わるからね、うん、最初の一撃ね PS という時アニメーションとサウンドでもう殴り合い、まあ、UI もかなりいろいろありましたけど、ね、もう PS3 は考えるの嫌だったから言ったわ言ってもな言ってもないいハードなんすけどあそこでフォローするんだ大人割り当てられた負荷とメモリーがほんとタイトだったんで、うん、あの時はでも問題が起きると結構高本さんが調整役にこう回るっていうのが僕セクションを持ってなかったんですよこいつ綺麗に仕事回ると仕事しねえじゃんそうそうこいつはそれムカつくわ急にどうしたどうしたすげえ出ちゃう俺高本ほど仕事できるやつ知らないのに正常に回ってると仕事しないから周りが仕事しねえやつっていうレッテルを貼ろうっつうのが同い年しまうかイラつくんだよね常にお前全力でやれよみたいなカジバ担当ってことです、うん、だそれじゃダメなんだよカジバになる前に仕事しろよって思うんだよねそれね、カスカもよく言ってたよ平常心の子供がマジクズだって言ってたクズまで言ってた悪い癖、悪い癖、悪い癖用語に気をつけて働かないとは何かかなり高頻度で、カスカには河本さんにもっと働かせましょうそうそう、言ってたよね河本さんにもっと働いてもらいましょうすごい癖回り始めると本当に河本さんは仕事をしなくなるでもそれ確かだよねなんで俺の出番は終わったみたいなずっとラーメン食いに行くから本当になんかよく春日は冷たいとか話をするじゃん、うんうんうん、その春日様は冷徹で、うん、でもそれがなかったらできなかったみたいなこうことをみんな言うけど俺春日は冷たいと思ったこと一回もない俺もないっすね確かに食屋さんの無理は大体来ますありがとうございますいやだからなんかすごいいっぱい支えてもらったんだなってだからみんなそんなにその領分争いでギャンギャンしてると思ってなかった今日のこの日までみんな一丸となってあの寄せ集めだったよ今は違うよいやまあそうだけど、うん、竹雄さんとかないですかそんなムカつくとかはないですけどねただ春日さんに死なないと分かんないですねだか
冷たいって言われる。死なないと分かんないですよ。すごいね。いや、そうかと思って、もう、うん、無理だなと思って。俺には理解できないなって。うん。そんなことありました。すげえなよ。